多少、世界初の UHD8K コンテンツを制作、人気アイドルが総出動写真イコール SBS プラスグローバルミュージックバラエティ番組、多少、が世界初の UHD8K の K-POP コンテンツを制作する。8日、水曜日、SBS プラス側は、6日、月曜日、SBSMTV、多少、UHD8K 技術を取り入れた世界初の UHD8K の K-POP コンテンツ制作を終えた。臨場感あふれる超高画質映像で、最高の K-POP スターたちを生々しくダイナミックに演し出すのはもちろん、K-POP コンテンツが世界中に広がる土台になる、と伝えた。8KUHD7680X4320 は、現在放送サービスで使用されるフル HD 解像度、約200万画素、の、16倍、4KUHD、約830万画素、の4倍である約3300万画素で、優れた映像を体験できる。今回の UDH8K 座礁には DIA、April、LaBoom、MekiMeki、Oh My Girl など人気ガールズグループをはじめ、SouthCL、UB、VIX のレオ、MYTEEN、Golden Child などジャンル別の様々なグループが出演し、立体感あふれる彼らのパフォーマンスを収め、期待を高めている。SBS プラスのキム・チャンウ専任プロデューサーは、今回の UHD8K 座礁制作を通じて、SBS プラスが UHD コンテンツ制作専門 PP、プログラムプロバイダーとして羽ばたき、制作力を強化する上で大きく貢献できるものとみられる。今後着実な UHD コンテンツ制作により、K-POP を愛するファンたちに最高の技術が取り入れられた水準の高いコンテンツを披露し続けていく、と抱負を明かした。世界初の 8KUHD K-POP パフォーマンス、座礁は、韓国科学技術情報通信部の放送通信発展基金を財源にして、韓国電波振興協会が実施する、2018次世代補、屋用コンテンツ支援事業に選定されたプロジェクトとして急速に拡大している UHD 放送の韓国早期定着と UHD コンテンツ制作の裾野拡大、世界市場進出を支援する事業の一環だ。SBS プラスと UHD コンテンツ制作会社である、株、ジェムストーンがコンソシアムとして参加する。SBS プラスはすでに2014年 UHD カラーカムバックショーケース、2015韓流ドリーム UHD コンサート、2016、ザ・コラボレーション、2017INKUHD 生中継など、毎年様々な UHD コンテンツを制作してきている。今回の UHD8K 座礁の制作を機に、K-POP と 8KUHD 超高画質映像技術の融合を通じて、水準の高いコンテンツを確保し、日本、北米及びヨーロッパ、中国、東南アジアなど、グローバル家電やコンテンツ市場でのシェアを確保する予定だ。世界初 UHD8K パフォーマンスで制作された、座礁は、中日月中に SBS プラス UHD チャンネルを通じて放送される。